コンサル、IT、商社などさまざまな業界の企業が参加する就活イベント Meets Company。 採用人事と直接話せるため、たった数時間で複数の業界を深く知ることができます。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、では今回ですね、三菱商事の内部事情ということでゲストを堀井さんお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、2023年の2月に、まあ、三菱商事はもう退職をしていて、現在は株式会社東大先生という名前でですね、オンラインの家庭教師のサービスを経営しております。コーチングサービスなんですけれども、いわゆる塾業界の中のハイブランド、こういったものをこう作り上げていきたいなっていう部分で、まあ、大手さんと比べて本当にこう成績を伸ばしていったりとか、学力を向上させることに対して、まあ、フルコミットしていくような、そういうような企業を経営しているような状態になってます。本日よろしくお願いします。ファーストキャリアで三菱商事やられたんですか。そうですね、一番最初に新卒で、はい、入社させていただいて。何年入社ですか。2022年ですね。非常に大きい会社かと思いますが、三菱商事果たしてどんな企業でどんな部署があるんでしょうか。まあ、大きい会社だというふうにおっしゃっていただくこと多いと思うんですけれども、その想像をはるかに超えるぐらい大きいっていうのが一番最初に入社した時に感じたことで、例えば部署がいろいろありますよねってなった時も、一事業会社ぐらいの部署だとなんとなくこう想像がつくような事業シナジーがあるような部署とかってあると思うんですけども、三菱商事とかって石炭をものすごく運んでる部署があったりとか、意外とコンビニを扱ってるとか、世の中の大体の潮流を抑えてるような大きさがあったりするんで、そこはやっぱ桁違いに大きいかなっていう印象で、ご質問に答えるとすると、部署としてはホームページに多分あるんでご覧いただいた方がいいと思うんですけれども、基本的には中間流通がまあ大元の概念だったりするんで、石炭とかエネルギーとか金属とか、そういったものをもう海外から日本に運んだり、日本から海外に運んだりとかして儲けてるようなビジネスがあったりとか、あとは最近だとこう事業投資なんて言ったりしてますけれども、関連会社とかに出資をして、そこの事業っていうものをある程度コントロール本社でしながら企業価値を上げていくみたいな事業があったり、いろんな部署がありましたという感じです。その中で堀井さん、どんな業務を担当されてたんですか。僕はコンシューマー産業グループと呼ばれるようなグループに所属をしていて、その中の食品流通チームというようなところで、まあ、かなりこうトラディショナルなビジネスモデルではあったんですね。メーカーがいて、小売がいて、まあ、食品っていうのが流れていく中に、まあ間に卸とか、まあ、問屋さんみたいな古くからある物流というものがあって、そこのこう管理をするような部署っていうのが僕が担当していた部署だったの で僕は特に1年目の時はなんかお菓子を担当してたんですね。なので皆さんが聞いたことあるようなお菓子メーカーさんとかとお話をしながら、もろもろの業務をしていたみたいなイメージですかね。実際当時の具体的な1日のタイムスケジュールを教えてください。結構部署によって違うんですけど、僕の場合はかなりホワイトで9時にまあ出社をして、だいたい18時19時ぐらいには退社をしてたような感じで、で基本的なスケジュールとしてはもう決まっていて、12時から13時に昼食のお時間があって、まあ、それ以外は基本的に自分のデスクでずっとデスクワークをする。1日にだいたい 2,3 件ぐらいミーティングであったりとか商談みたいなものが、まあ、1年目の時からあったというような感じです。実際三菱商事の中だとどのようにキャリアアップしていくのかというところと、あと年収の推移も合わせて教えてください。キャリアアップの方法としては、まあ、ある程度のグレードみたいなものが設計されているんですが、個人の感想として抱いていることとしては、いろんな変数がもちろんあるんですよ。例えば業績に与えたインパクトで評価をされたりとか、身近な評価者がいたりとかってあるんですけれども、やっぱりその中に年功序列的な価値観っていうのもやっぱり含まれていて、なのでオールドスタイルのこう日系企業のキャリアアップと掛け合わさって、まあ、一応個人の能力っていうのも加味されるよみたいな形でキャリアアップが存在しているっていう状況ですね。でそのグレードに合わせて年収っていうのも変わってくるっていうようなイメージになってくるので。いくらぐらいですか。いくらぐらいですかね。多分3年目で1000万超え始める。その業績によりますね。業績が良ければ超えうるぐらいですかね。で2年目だと多分超えはしないですね。2年目でもでも多分800とかはいくんじゃないですかね。1年目はもう全然少ないです。2年目以降が、僕とか辞めちゃったんですけど、残った人たちとかは楽しそうにしてていいなと、あれ辞めたんですよ、このタイミング。自分は自分なりにいろいろキャリアのプランっていうものがあって、そこ以上に大切にしたいものみたいなものが価値観としてあったんで、まあ、辞めてしまったんですけれども。30歳ぐらいだと中央値でみんなどんぐらいもらってるんですか。正直その分差そんな大きくないんで、平均値と中央値あんま変わんないんですけど、イメージですよね。これはもうほとんど分かんないんですけど、でも多分1500から2000ぐらいじゃないですかね。40とかだとどうなんですかね。でも曲線として上がり方がそこまでこう行くっていうよりはこう行くイメージだったりするんで、30と40がどれぐらい違うかっていうのもそこまで分からないですけど、有名な話で海外行くと海外の手当が出るみたいなお話あると思うんですけど、そうなると2000万円とかは絶対超えますよねみたいなものを言われてるんで、で40代でそれぐらいのポジションの方々とか
も結構いらっしゃるので、そこら辺の方々はそれぐらいもらってるんじゃないですかね。3000を給料で超えるっていうのは稀な感じ。わかんないですけど、うん、聞いた話ぐらいの噂ベースでそんぐらい言ってる方々はポジションによっていると思いますね、うん、そのマネジメント層というか、いわゆるその中間管理職と呼ばれるような中でもちょっとハイレイヤーにいる方々とかはそれぐらいはありえるんじゃないかなっていうのは、うん、部長とかそういう人たちは、部長はもらってるんじゃないですか、もっと言ってると思います、ね、部長はそんな上なんですね。部長ってやるとヒーってなるぐらいのレベル感ですね、勝者でいうと。さっきおっしゃってた3000万ぐらいのレイヤーはどこら辺の、レイヤーがものすごい階層構造が多いんで、部長の下にも何レイヤーかこう中間管理職みたいな職が用意されていて、そこぐらいでそれぐらいの給料あるんじゃないかなと思いますし、そこのレイヤーに行くのにも言っても40代50代にならないと上がれないぐらいの、それぐらいのタイムスケジュールでこうキャリアアップしていく形になるので、例えば噂で夢ある話みたいなので言うと、こうあの部長8000万ぐらいもらってらしいぞみたいな、でもそれはあの真偽は分からないですけれども、夢ある話としてこう新卒のやつらに入ってきて上を目指そうよみたいな価値観はあったりはしましたね。同期100人いたとして、100人中生涯で部長までたどり着ける人って何割ぐらいですか？そのグループっていうのが多分10グループぐらいあるんじゃないですかね。でその中に部っていうものが存在してて、それが1グループあたり3から5ぐらいなんで、30、50ぐらい部があるとしたら、まあ、それぐらいの人数が部長になると。で新卒で入るのが大体100何十人とかなんで、それぐらいのイメージじゃないですかね、まあ、辞める方も結構いらっしゃるんで、その年まで残るっていうこと自体がそもそも確率としてそこまで高くないんで。あ、そうなんですね。どんぐらい辞めちゃうんですか？1年目はほとんどいない、で2年目もほとんどいない、で3年目っていうのが皆さん区切りで 10% ぐらいは3年目で辞めるようなイメージは持ってました、ね、起業する以外で転職する人っているんですか？むしろ起業っていう選択を取る人はかなり稀有で、いわゆる外資系の戦略のコンサルファンとか、うん、VC であったりとか P ファンドであったりとか、いわゆるファンド系に行くような、ブランド力のあるような企業に転職するっていうのが1年目から3年目のこの転職っていう段階では多いかもしれないですね。感覚としては三菱商事に入社できるというふうな仮定をすれば、いわゆるちょっとブランド力の高いような企業にも入れたっていうような自負がある方々が多かったりするんで、そうすると三菱商事に入って、まあ、やべミスったみたいな、ちょっと思ってたの違うみたいになった時に、僕ってもともとこういう選択肢持ってたよね、あっちはどうかなみたいな気持ちで移動するんで、企業っていうよりは似たような意思決定をされる方っていうのが多いイメージでしたね。ミスったっていうのは何をミスったんですか？これは要するに個人の価値観とか描いていた像との乖離っていうのが正確な言葉だと思うんですけれども、僕ちょっと良くないなと思ってる点として、三菱商事さんとか以外も含めてなんですけれども、今のこう就活の市場って歌い文句として成長みたいなことを掲げる企業さんってすごく多いと思うんですよ。で外資系のコンサルとか都市銀行みたいなところがやっぱりどちらかというと人を資産として稼いでるモデル、コンサルとか特にだからこそ人にすごく投資をして成長環境みたいなの整えてるんで、それをこう採用の歌い文句として PR として出してるっていうのがトレンドになってるんで、それにみんななんかこう東大とかの子たちはうわいいないいなって思っていくんで、同じように三菱商事とかも例えば経営人材を育てますみたいなこととかっておっしゃっていただくこと多いんですけど、よく考えたらそもそも三菱商事さんとかって日本のインフラとか支えてるわけで、例えば鉱山とか海外の権益みたいなものを持ってるわけで、それでお金を稼いでるんで、どちらかというと人で稼いでるっていうよりはそっち側のアセットで稼いでるんで、ってなってくると人っていうのはどちらかというとそれをオペレーションを回す人材、根性あってとか言われたことをきちんとやれるとか、これも能力としてすごい大事だと思うんですけど、それって成長って言われてる歌い文句と乖離が出てくるっていうところはあるんですよ。ってなってきた時に成長に対して期待感を持ってる方々とかは、あれ俺ってこんなキャリアを描きたかったんだっけ、もっとこういうことやりたかったんじゃなかったっけっていう風になっちゃう人が多いっていうのが僕のイメージとしてありました、うん、まあそんな感じですかね。そうですね、ごめんなさい、喋りすぎてしまった、はい、ということで三菱商事の内部事情でした。ありがとうございました。ありがとうございました。